函館新聞は北海道函館市を拠点に時期をことにして発行された複数の新聞が称した名称で以下のものがある。函館新聞から1878年相関の北海道最初の新聞。1898年に函館毎日新聞と改題して1937年まで存続した。 箱館新聞から1946年に創刊し、1954年5月まで存続した。1949年に別会社の体裁をとって、有刊箱館を創刊し、1950年8月には、漁師を統合して、長有刊セット氏となった。箱館新聞長官、箱館新聞有刊上記の廃刊直後、1954年6月に、 函館新聞有刊、7月に函館新聞長官が総監され、前社は同年7月、後者は1956年3月まで存続した。函館新聞から1997年総監の日刊誌。ここでは4について述べる。函館新聞は北海道函館市とその周辺地域で発行される日刊の地方誌。発行元の函館新聞社は、 帝王ホールディングスと徒ち毎日新聞社の合弁企業。1997年1月1日創刊。創刊時の経緯から2018年まで時事通信から記事配信を受けることができず、全国ニュース記事は読売新聞、スポーツ記事は日刊スポーツから配信を受けてきた。道内地方紙連合加盟。また、北海道テレビ放送と提携している。主な内容は、 以下の通り、現在、社説は掲載されていない。2018年4月時点地上波 BS デジタル、放送 BS デジタル放送 AM ラジオ FM ラジオ、函館新聞社に出版局はなく、祝冊版や連載をまとめた単行本は発行されて、いないが、メディア局から無料雑誌、函楽が毎月15日前後に発行される。かつては、タブロイド版のフリーペーパー。 期間 A タイムと月間タウンライフが広告局から発行されていた。宅配の函館新聞購読者には折り込まれるほか、電子版購読者には郵送される。また、函館市や近郊の一部のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、書店、道の駅などでも配布される。函館新聞社が設立される前の1994年、ブロック紙の北海道新聞社は、 函館市で、有刊の地域新聞が創刊される動きがあったことを、察知して、函館新聞をはじめ、函館毎日新聞、函館日日新聞、函館タイムス、有刊函館タイムス、有刊函館新函館南北海道新聞、道南新聞の9つの大事商標登録の出願を行った。この出願に関して、北海道新聞社の岸本ただし、 取締役社長室長は、同心のルーツは、戦時中に11子が統合されたことにあり、商標登録の出願をしたおののの名前は、ルーツ紙を中心にしたと説明した。しかし、函館新聞社は、こうした商標の集中出願に対して新たな、新聞の相関を阻害させられる恐れがあるとして、商標申請の取り消しを求めた。また、 出資元である十章毎日新聞社の社長兼主筆の林光主は1941年に国家総動員法に基づき新聞事業令が出されその翌年に北海道新聞が発足したのです北海道新聞の歴史は国家総動員法に基づいてできた社であるということです新聞ならば紙面の上で戦うのが正しい姿勢ですそれを 軍の統制に基づく発足をルーツだとして、ルーツ種の大事を使用してはならないという。戦時統合でできた新聞が新規参入を妨げるとは何をか言わんや、ですというコメントを述べた。これに対し同心は、商標は国民に認められた権利のほか、日本新聞協会加盟141社のうち、新聞、またはタイムスの文字をつけない大号の新聞社は53を超えると主張。 さらに、童心の社長室次長は、函館地域は、普及率が高いなど、我が社にとって、緊張を打ちだ。そこが崩れることは、我が社全体が後退する前兆になるので見過ごせない。侵食されないよう、必死に営業努力をしているだけだとコメントした。その後、函館新聞社が、函館新聞での大号で相刊することを決めた後、同心側がこの第号に、関係の薄い、 箱館毎日など5つのタイトルについて、自主的に出願を撤回した。これを受け、特許庁は、箱館新聞など4つの第5について審査。その結果、北海道新聞は、道内の代表的ブロック紙であり、箱館地方の新聞総監構想、機運、動向を知り得る立場にあった、地方紙の大事として採択される可能性が高い、商標を集中的に、 しかも自ら使用することが極めて低いにもかかわらず出願したこの出願により、函館地方の新聞総監の党を狭くしたことを目的と言わざるを得ない公正な協業秩序を乱すとして、北海道新聞社が出願した四つの代号すべてに、ついて、拒絶査定の判断をした。その際、函館新聞社が主張していた新聞のタイトルには、地名新聞、日報、 タイムスなどの極めて制限されたものしかない、同一地区で同じ新聞社が別の大事の新聞を発行していることは認められないといった主張を全面的に認定した。1998年2月に厚生取引委員会は北海道新聞社の行為が独占禁止法の三条前段に違反するとして、箱館対策と称する一連の行為と同様の行為により、 函館新聞社の一般日刊新聞の発行に関する事業活動を排除しないことと排除勧告をしたが、北海道新聞社はこれに応じず審判手続きが行われた。審判手続きは2000年2月に北海道新聞社が韓国の同意審決を申し出て集結し、同心の行為が独禁法に違反することが確定した。この事件は、同心と 資本関係のある北海道文化放送とテレビ北海道でのテレビ CM 放映拒否や時事通信社の提携拒否、大手製紙会社による新聞用紙納入拒否など遺恨を残し、新聞業界の閉鎖性と新規参入の困難さを証明する結果となった。その後2002年4月に函館新聞社は北海道新聞社に損害賠償を求めていそ 裁判所からの和解勧告により、北海道新聞社が2億2000万円の賠償額を支払うことと函館新聞社が訴訟を取り下げることで2006年10月24日に和解が成立した。ありがとうございます。